はい、こんにちは、ピカです。今日はね、この997の GT3 やっていきたいと思います。この車のね、GT3RS ってやつを私持ってまして、でこの GT3 もね、何回かね乗ったことあります。で特にね、あのチェックショップさんの赤のね GT3、 今赤なのかな、ちょっと分かんないけど、があって、それもね足回りが結構ね変わってるやつですけど乗ったことありますね。はい、そのね GT3 と GT3RS のエンジンの違いなんですけれども、GT3RS の方がね結構ね太い感じで、まあ6気筒なんで結構一粒がねこう激しい荒々しい感じのエンジンになってますね。まあ案外下がねトルクフルな感じですね。でこれはねちょっと下がちょっと細くて、なんかね気持ちよくこう綺麗に上まで回る、でスムーズにね意外とね回るんですよね、エンジンがね。そういうねかなり印象が違うねエンジンでしたね。うん、で足回りもね、まああのノーマルの方は結構ね GT3RS よりはちょっと柔らかめに作られてて、伸び足が結構ね伸びるっていう印象、 GT3RS はね伸び足があんま伸びないなっていう感じな、イメージでしたね。はい、タイヤをスポーツソフトに変えますね。ちょっとね俺の大好きなスポーツソフトでやっていきたいと思います。はい、乗ってきました。あー、すごいそっくりだね、本物そっくり。うん、まあ、GT3RS とはちょっとこのノブ取っ手のところがねここ紐になってて軽量化されてますけどね、だいぶ、いや似てるね本当に。まあ、ステアリングもちょっと違うかな。で黒のついてね、もうこれ使い方わかんないんだけど俺ね使い方わかんないっていうか使ったことないんだけど、すごい、あ似てる似てる、そっくり、すごいね、鍵の感じまでまんま同じだね、ナビまで似てるわ。はい、じゃあねちょっとすごいわ、すごい再現されてる。やっぱ持ってる車だと違うな、いやほんとびっくりした、すごいわ。このミラー見た感じとかもほんと乗ってるみたい、自分の車すごいわ。こんなオイルプレッシャー高いっけもうちょっと、こんな上がる、あ上がるね、なるほどね。 GT3RS だとちょっとねあの本当にアイドリング音がね、こうクラッチをこうこうね、ニュートラルでもつないでるともうカラ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 音がするんだよね。まあ、GT3 はねそこまでの音しないね、遮蔽されてる回り方も、すごいね GT3 を再現してる、もちろんなんだけど、GT3RS だともう少しこうなんかね荒々しい、なんだっけドイツのサードパーティーのマフラーがもともとノーマルでついてるんだよね、 GT3RS の方は。そうそう、上の方がねここあんまトルクなくて、この上の方がガーンって回る感じすごい似てるわ。さあ行くぞ、おおおおそっくりやシフトミス、ハンコンもね、なんでこの右側に、ね、つけてるかっていうと GT3RS の練習だと思って、すげえ、すげえ本物みたい、このなんかアンダードーバーの出方、すげえ似てる、ロールの仕方も、すげえ本物みたい。マジかこれ、
あ、こんなに再現されてるんだね。あ、マジで乗ってるみたいだよ、自分の車。あ、すげえ似てる動き方。このなんかね、ロールしないで初期入っていく感じで、あと低重心、リアの低重心な、こうなんていうのかな、ロールの仕方。ああ、すげえ似てる。まあ、もうちょっとステアリングのね、インフォメーションはあるな。そこはちょっとセッティングか。まあステアリングはもうちょっとね、あの、うん、こうなんていうのかな、もう少しこう路面のゴツゴツ拾う感じがあるんだけど、おお、動きも似てるわ、本当に。似てる。シフトはね、もう少しもう少しね、硬いんだよね。まあ、俺のシフトが硬い。まあ、うん、まあそんな乗ってないから。あ、めっちゃ似てる。本当、何これ。おー、すげえ、そっくり。すげえな、これ。何これ。もうこのメーター見た感じも、ね、何これ、本当に。あ、まんまポルシェじゃん。やべえじゃん、これ。フロントトレッドのこう、なんていうのかな、狭い感じよく出てるね。フロントピュッて頭入ってきて、このね、この初期の入り方、このね、頭の振り方、まだ似てる。ちょっとステアリングインフォメーションだけ違うな。あ、これね、マジでね、あの、このゲームやる人ね、ハンコンでやったらマジこのまんまだよ、本当に。本物乗ったら、あ、これまんまだねって思うと思う。あ、これすげえわ。すげえすげえ。エンジンの回り方、この上の回り方も若干このトルクのない感じ、すげえそっくり。おお、このね、ドリフトの感じ、これもそっくりだよ。流れ方がそっくり。シフトミスする感じもそっちが結構シフトミスしやすいんだよね、このミッション。997のミッションで、まあ、ちょっとハイパワーなミッション懲りたような気がするね。だから BDK にせざるを得なかったっていうね、いう感じはあるよね。ちょっとね、もうマニュアルの限界の感じなんだよね、やっぱ500馬力超えると。やっぱ500馬力超えるとね、まあ、レスポンスと、だからレスポンスがシンクロしないんだよね。そのなんていうのかな、ギアが遅れる感じがこうすごいね、ハイレスポンスと、ハイレスポンスなエンジンとハイレスポンスなシャーシだから、マニュアルで一回こうね、こんな綺麗になかなか決められないからね。まあペダル位置が違うからね、ポルシェより逆に乗りやすい。991のなんかね、ペダルみたいな、まあ、991のもう少しね、このペダルより離れてる。いや、これすげえよ、マジでそっくり。もうちょっとね、これでペダルがすげえ変な感じ。ほら、ドリフトしてる俺。ああいう流れ方もそっくりだよ、本当に。
こういうねアクセルコントロールで向きが変わる。あーこれはこれマニュアルで、ハンコンのマニュアルでね乗りこなしてみてよ本当に。みんなこれがねマジでこれできたらマジで実車も乗れると思うよ。ちょっとステアリングのインフォメーション確かに違うけど、動きがほとんどすごい似てる。特にこのスポーツソフトの感じがパイロットスポーツの、まあ標準がねパイロットスポーツなんだけど、え、パイロットスポーツだっけ、なんとかカップ、なんとかカップ、ちょっと間違ってるかもしれないえ、パイロットスポーツじゃなかったっけP0 だっけ、あれどっちだっけなんかいろんな車持ってると忘れちゃうんだよ。あ面白いポルシェやっぱストコでも面白いよなこの感じが、いやすげえマジでやべえなこれ、もういらねえじゃん車売っちゃおうかなみたいな。これでいいわ、この、あこのリアのタイヤに乗ってる感じ、リアのタイヤに乗ってる感じわかる、車重がで、リアのタイヤのスリップをコントロールし、ま、前のタイヤでコントロールしていく感じ、これすげえ、まさにポルシェじゃん。アンダー出た、アンダーの出方までやべえな。やっぱこれ実車持ってると相当あれだな、なんか逆にシミュレーターの練習になってるな他の車よりもどれだけなんかすげえ乗りこなしてる感あるんだけど、それだけリアルってことだろうな。すげえ似てるマジで。はいはい、いかがだったでしょうかね。ポルシェ997の GT3 ですね、まあ、MK2 だねこれね、後期型の GT3 乗ってきましたけど、いやいいね、すこぶるいいよこれ。あのね本当にこれめちゃくちゃリアル、もうほぼほぼステアリングインフォメーションもうちょっとなんかね、あの路面のカタカタを拾う感じ、うん、まあ、本当にね直結されてる、タイヤに直結されてる感じがして、でハンドル重くはない、重くはないんだけど、その感覚がねすごいコツコツね、本当小石踏んだだけでも分かるぐらいの振動がね軽くかすかに来るんだよね。重い感じですごいこうゴツゴツしてる感じじゃなくて、軽い感じなんだけど路面なぞってる感じがすごい分かるっていうハンドリングなんだけど、さすがにそこまではね再現はされてないけど、リアの荷重の動き方とかフロントのね、なんていうのかな、ロールの仕方、反応の仕方、ロールセンターとかそういうのすんごい忠実に再現されてて、でアンダーとかからオーバーに切り替わるところのタイミングとか、そのフロントと、ね、リアのそのグリップ感もすごいバランスも似てるし、うん、独特のなんか低重心の感じでリアに重心が乗ってその車軸をコントロールしてるみたいな感じがすごい出てるねこれね、うん、素晴らしいと思いますよこれ、びっくりした。